で平和な場所だドン。くんくん、いい匂いだドン。ドンちゃん、たいこ焼き食べるかい？もらうドン。おいしいドン。おばあちゃん、僕いいこと思いついたドン。なんだい？この里のたいこ焼きって中身があんこしかないドン。クリームとかチョコとか入れたらどうか？そんなもん入っとったらたいこ焼きじゃないわい。おいしいと思うドン。でもあんこもおいしいからいいドン。今月のお祭りも近いからな。気合い入ってるドン。もちろん、なんてったって太鼓の奏者は俺だからな。小太郎なら大成功間違いないドン。俺の太鼓の演奏うまいからな。だから選ばれたんだ。叩く人はくじ引きで決めたんじゃなかったか？たまたまだドン。いや、かっこつけさせてくれよ。でも小太郎の演奏僕はドンちゃん、念押しされたのが気になるけど。お祭りで演奏する曲はいつものやつか？そうだぜ。なんで毎月一緒の曲なのか？なんでって、なんでだろうな。みんなそうしてきたし。いつもの曲もいいけど別の曲も聴いてみたいドン。そうだな。よし、それじゃあ別の曲は。いかん。おわおわ、なんだよ、じいちゃんか。びっくりしたドン。祭りで演奏する曲はいつもの曲に決まっとるんじゃ。それを叩かなくちゃいけないっていう決まりはないだろ。奏者の人が好きな曲を叩けばいいんじゃねえか。わしが生まれた頃からずっとあの曲だったんじゃ。太鼓の里の祭りにはあの曲が一番なんじゃ。古来からの習わしなんじゃ。わかった、わかったよじいちゃん。いつものやつ演奏すっから。わかればよろしい。ああ、小太郎や、練習もいいが息抜きも忘れずにな。里のみんな優しいんだけどちょっと頑固なんだよな。な、どんちゃん。長女さんだどん。待つどん。いつもマイペースだな、どんちゃん。おし、俺も練習すっか。お祭りは楽しいな。毎日やってても飽きないぜ、きっと。太鼓焼き食べ放題だドン。頼むってお願いだ。なんだ？行ってみるドン。ダメじゃ、この里のものじゃないやつに屋台は出させん。他の店の邪魔はしねえし、珍しいもんがたくさんあって子供たちも喜ぶと思うぜ。この里には必要ない。うん、どうしたもんかな。何の騒ぎだ？小太郎。うなぎだドン。初めて見るドン。ああ、お兄ちゃんたち、俺はちょうちんうなぎってんだ。俺は小太郎。どんちゃんだドン。ところで何かあったのか？実はよ、俺は全国の祭りを回ってて、この里でも祭りをやってるっていうのを聞きつけて来てみたら、屋台を出させてくれないって言うんだ。なんでだよじいちゃん。この里にお客さんだなんて珍しいんだぜ。屋台くらいやってもらっても。この里に不純なものはいらんのじゃ。はあ、普通のものしか売ってないぜ。うなぎはどんなもん売ってるんだ？気になるドン。よし、来た。うちは何でも売ってるお店なんだ。飲み物からスマートフォンまで売ってるぜ。おお、すごいドン。初めて見るものばかりだドン。太鼓焼きも売ってるのか？太鼓焼き？丸くて甘い中にあんこが入ってるお菓子だドン。もしかして大判焼きのことかい？それだドン。それならあんこはもちろん、チョコやクリーム、リンゴジャム味もあるぜ。全部欲しいドン。よし、サービスだ。二人に太鼓焼きをあげよう。サンキュー、うなぎ。ありがとう。なな、
この四角いちっこいのはなんだ？それは音楽プレイヤーだ。これが実物を見るのは初めてだ。そこのボタンを押せば曲が流れるんだ。うおー、すげー、僕も聞きたいドン。めちゃくちゃテンションの上がる曲だな。ノリノリだドン。これはなんか癒されるな。ゆるゆるだドン。この曲は悲しいな。反応するな、兄ちゃんたち。そんなに気に入ったなら持って行ってもいいぞ。いいのか？優しすぎないか、うなぎ。いいってことよ、俺のお古だし。いい選曲だろ。流行り物集めただけだけどな。どれもいい曲ばっかだけど、太鼓の曲は一個もないんだな。そういや、流行った曲で太鼓を使ったものってねえな。太鼓だってこの曲たちに負けないくらい魅力があるんだぜ。なあ、どんちゃん。そうだぞ。確かに太鼓もいいところはある。だが流行りの曲だって最高よ。うおー、ちっちゃい画面なのに迫力がすげー。体が勝手に動いちゃうドン。誰が歌ってるのか？おみこしスターズ、略してみこしすっていう今ノリに乗ってるアイドルだ。みこしす、画面越しでも魂が揺さぶられるぜ。おみこしティに来れば魂が揺さぶられることばかりよ。行ってみたいドン。にょほん。悪い、つい盛り上がっちまった。それにしてもうなぎの屋台は最高だな。ずっといてほしいドン。それで太鼓の里の太鼓焼きにもいろんな味を増やすドン。音楽プレイヤーもスマホも広めようぜ。なあじいちゃん。太鼓の里はな、よその影響を受けずにうまくやってきたんじゃ。変化を加える必要はないんじゃよ。でもいいっていいって。ありがとうよ兄ちゃんたち。俺はもう帰るよ。もっといろんなもの見たかったドン。小太郎、もうすぐ演奏の時間じゃろ。みんな楽しみにしてるぞ。そうだった、急げ。あ、小太郎。悪いなおじいさん、変わらない良さがあるってのもよくわかる。理解してくれて嬉しいよ小太郎。いい調子だと。やっぱこの曲じゃな。いいぞ小太郎。うん、9代で叩いて楽しいんだけど、なんだこのモヤモヤは。あ、小太郎、今日は太鼓叩いてないのか？どんちゃん、俺決めたよ。お？この里を出て太鼓の魅力を世界に広める。やめときやめとき。太鼓を広めるなんて無理じゃろ。それでも自分の力を試してみたいんだ。太鼓を広められたらこの里だって有名になるかもしれねえぜ。そんな必要はない。つつましく暮らしているのが一番じゃ。いいか、外に出たら何があるかわからん。絶対に苦労するはずじゃ。太鼓の里にいれば食いっぱぐれることはない。悪いことは言わん。この里でおとなしく暮らしとれ。一度決めたことだ、何を言われたって。ドンちゃんはどうするんじゃ。ドンちゃんにはお前が必要じゃ。友達を置いてまでしたいことなのか。よく考えるんじゃな小太郎。小太郎、元気ないドン。俺はこの里が好きだ。僕もだドン。けど外の世界も見てみたい。音楽プレイヤーでいろんな曲を聴いて思ったんだ。世界はまだ太鼓の魅力に気づいていないって。そして俺も世界の魅力に気づいてね。まだまだ楽しいことがいっぱいありそうだドン。そうだから自分の目で確かめたいんだ。そして自分がどこまで通用するか知りたい。でもドンちゃんを置いていけねえよ小太郎。じいちゃんやばあちゃんの言う通り、
里で暮らせば安心して暮らせる。人生ずっとここで暮らすのも悪くない。ここにいるのが一番いいのかな。太鼓焼きの中身はあんこが美味しいどん。え？でもたまにはチョコやクリームも食べたい時があるどん。僕と小太郎はいつでも一緒だどん。どんなに大変でも小太郎が行くところについていくだけだどん。どんちゃん、よし。本当に行くのか。ああ、太鼓の魅力しっかり世界に広めてくるぜ。なあどんちゃん。任せるどん。辛くなったらいつでも帰っておいで。どうせすぐ帰ってくるに違いない。男が一度口にしたこと曲げたりしねえ。行くぞどんちゃん。小太郎、僕たちはどこに行くのか。おみこしティだ。うなぎのおっちゃんが言ってたろ、魂を揺さぶられることばっかだって。しかも毎日お祭りをやってるらしいぜ。すごいどん。どれくらいかかるのか。徒歩で2週間くらい。ここがおみこしティ。やっと着いたどん。楽しい町だどん。入り口だけで心が躍るぜ。おみこしティで開催されるフェスティバルに優勝すれば、自分の好きなことが世界に発信されます。発表するものは歌、手品、料理などなど、ジャンルは問いません。自分が好きなものを思う存分披露してください。特別審査員には第1回フェスティバル優勝者おみこしスターズが。フェスティバル、太鼓を広めるのに最高じゃねえか。何をするのか。太鼓を演奏して優勝すりゃ太鼓の魅力を世界に広められるってことさ。すごいどん。小太郎、頑張れどん。フェスティバルに出て絶対優勝してやれる。こうして僕と小太郎はおみこしティーに来たんだどん。ところで小太郎、どうした。僕たちはどこで寝るのか。わからん。